愛知県平南市にある製粉業業及びラーメン製麺業者愛知県製三河のご当地インスタントラーメンで知られる1907年に創業し小麦の製粉業で培った乾燥技術を活かして1965年に即席麺、キリンラーメンを愛知県内で販売し知られるようになるキリンラーメン時代のパッケージは 新発売当初のデザインを踏襲しており、味も素朴なあっさりとしたものになっている。一方で、後日の再発売以降は、国産原材料にこだわったものになっている。商品のネーミングが動物園関係者から注目を集めたとされる。また、コラボ相手は動物などに限定しているわけではなく、お互いに楽しく取り組めることのみが条件としている。 発売当初の名称である、キリンラーメンは、わずか5分程度ながら、調理され、食するのを首を長くして待ってもらえるようにという、願いからキリンという名称がついた。また、キリンのように広い世代から末長く、親しまれるようにという意味もある。西三河の酒屋や八百屋で売られ、当時は、大手メーカーが進出してないことも手伝い、1970年代。 後半の最盛期には6食入り1袋で年間20万袋が販売され、地域シェアをほぼ独占した。だが1980年代以降、大手との競争が激化すると、1988年には年間48万袋まで低下、1994年には10万食を切り、1995年に生産中止となった。ところが、 復帰を望む声が多数寄せられるようになったため、2002年に1回限定で販売することを決めると予約だけで完売となり、以後限定販売したところ、完売続きとなり、2010年に生産を完全復活させた。その際に小麦の麺に豆乳と米粉を混ぜ、食味を工夫した。幻のラーメンと呼ばれていたが、全国販売や通信販売も開始して、 2012年の売り上げは約130万食と過去最多を記録した。従来の醤油味に加え味噌味と塩味も新たに製造されている。パッケージのキリンの名前は2017年5月12日にヘキリンと命名された。2018年5月29日、小笠原製粉はキリンラーメンの名称を変更することを発表した。公式では 大人の事情としているものの一部報道では飲料大手のキリンとの商標権のトラブルが背景にあるとしているサンシャイン水族館とのコラボレート商品2012年11月15日新発売味はシーフード味でスープはホタテの香りを用いエビ、スルメ、魚介系をベースにしている コラボのきっかけは2012年9月にサンシャインシティで行われた日本全国カレーラーメン博覧会の企画の過程でサンシャインシティが提案したという限定販売で好評のため11月15日から一般販売を開始した埼玉県子供動物自然公園の打診から商品開発が始まったコラボレート商品味は 子供動物自然公園の冬の風物詩となっているカピバラ温泉のゆず湯をイメージし、ゆず風味の醤油味となっている。動物園での先行販売でゴールデンウィークの期間に約3000袋が売れ、品切れの日もあったという。2013年5月26日以降、通販などの一般販売が開始された。5袋セットにはトートバッグがおまけとしてついた。 ありがとうございます。